はい、こんにちは、ビッグボーイと。はい、ビッグママです。はい、今回も引き続き、アドバンスドフェア、やっていきたいと思います。で今回はね、はい、もう、米軍に愛され続けて、500年ぐらい。いや、そんな長くないか。AK を使っていきたいと思います。このね、長版のアサルトライフル。じゃあもう、私は K5 を。一番最初のね、アドバンストオフェアの動画で、KF5 をね、SMG だと言ったんだけど、あれはね、アサルトライフルでしたと。あ、AR なの？うん、あれは AR だね。倒してない。ダメだ。キャリアありそうだった。ちょっと私、ちょっとね、コーディネートが今完璧な格好してるんだよね。緑の帽子かぶってね。緑の帽子かぶってるよ。テニスの親父かって。ああ、後ろか。よし、トリプルキル。さあ、どこにいる？ AK の力を見せてやる。マジかよ、あ、倒せた。クソエイムだな。ああ。ちょっと待って、劣勢だぞ。待て、ほいほい。ああ。後ろから来るか。いない。あー来ると思ったんだよ。ちょっとでもなんかあの後ろにね、なんていうかね、敵がいないところができるとなんかすぐ湧いてるイメージがあるんだよね。わかる。よし、あ、ナイフだこれ。まずい。リロードスティーム、よし5連続キル。待て、まだ来てる。UAV 映んなすぎだろ、敵。ああ、ダメだ。いやー、マジか。うまいな、今のやつ。おう、殺されなかったけど。画面が見えないけどね。いや、今のやつはうまかった。予測パンチしてきた、ね。ああ、まずい。ああ、ナイフだった。ちょ、敵がひどい具合に。ちょっと湧いてて、ちょっとすげえ申し訳ない感じで湧いてんだよ。こんなとこあったのこのステージ。ステージが分からなさすぎてさ。でい、UAV。くそー、やらなかった。相変わらず実況が追いつかないんですが、これは。あー、まあね、ったうまいよ。なんかこのゲームって敵を後ろから追いかけるゲームではないよね。まあそうだね、結構まあね、追いかけてると思ったら自分が追いかけられてる現象が多いし、ね、そう リローディン。あー、前後から来てる。うわー、マジか。あー、敵がいる。もう落ち着け、ちょっとクールに。トモゾを心がいく。いいよ、いい感じよ。あー、ダメだ。あー、まあまあ、はしごなんていらない、ジャンプだ。昇格した。あ、今敵が湧いてる。スティーム、味方がやった。敵がおらへんな。あー、敵がおらなかった。あおよ、あー、あ、普通にいた。一人もいるよ、これ使って。マップが分からない。あー、ダメだ。ちょっと不調だぞ。敵がいた。うおー。よし。あー、うまい。
エイムが安定しない。よし。なんか、このステージ、なかなかリスポーンが、リスポーンがちょっと、あ、終わった。本当に、本当にスピード、なんか、これまでのコールオブデューティーシリーズよりなんか4分3分ぐらいチームデスマッチが早く終わってる気がする。ああ、まあいいんじゃない。時間に優しい。時間、うん、効率の良いコールオブデューティー、アドバンスドフェア。ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。